愛知県立愛知病院は愛知県岡崎市にある公立病院。2020年10月15日、東海地方発の新型コロナウイルス感染症専門病院として開院した。1954年11月、結核専門病院、愛知県立愛知病院として開院2005年4月1日より、 愛知県癌センターとの組織統合により、愛知県癌センター、愛知病院に解消した。なお、癌センターに解消したものの一般診療も継続。平気地医療拠点病院及び救急国事病院の指定を受けた。2015年3月31日、厚生労働省より、地域癌診療連携拠点病院に指定された。同年4月、主要内科を新設。 2016年2月よりアニマルセラピーを導入した。2018年2月5日、愛知県と岡崎市は当病院を岡崎市民病院に移管して市に経営統合するための正式な協議に入ると発表した。愛知県がんセンター、愛知病院は乳がん手術などでは県内有数の実績を有していたが、近年は経営不振が続いており、 平成28年度決算では4億2690万円の赤字を計上していた。同年3月31日に交わした基本合意の覚書によれば、遺憾時期は2019年4月で、愛知病院の土地と建物は県が市に10年間無償で対応し、市民病院の結核病棟の整備費も県が負担するとしている。同年6月14日、 経営統合後の名称は、岡崎市立愛知病院となることが発表された。2019年4月1日、岡崎市立愛知病院に改称岡崎市への移管に伴い、地域がん診療連携拠点病院、壁地医療拠点病院の指定は解除された。2020年8月2日、愛知県が、新型コロナウイルス専門病院を、 岡崎市立愛知病院に開く準備を進めていることが報道で明らかとなった。同年8月17日、県は専門病院の概要を発表。百姓規模で主に中等症の患者と軽症の高齢者を対象とし、病院の開設者を岡崎市から再び県へ移すことが決まった。同年10月15日、愛知県立愛知病院として会員。 50床でスタートし、最大100床まで増やすと県は発表した。会員後1ヶ月の間に延べ23人のコロナ患者が入院。医師9人、看護師38人、放射線技師3人の体制で患者の治療に当たっている。ありがとうございます。